M の音って日本語のマミムメモと変わらないって思うかもしれないですけれど、実はね、こういう違いがあるんです。Welcome back to Clear English. I'm your navigator, Ayo Watanabe, and it's week 4, day 1. Map. 今日やりたいのはこの M の音なのね。この後ろにまたね、A とかをつけると、これローマ字を見すると、まーだよね。ローマ字を見ると、一番初めの文字はみんな M だよね。マミムメモ、マミムメモって言いながら、口の動きを感じてみましょう。マミムメモ、マミムメモ。日本語の M の音を発音するときには唇を閉じてから開くときに音が出てるよね。でそれに対してね、英語の M っていうのはね、ちょっと違うの。唇を閉じているときに鼻から息を抜いて、そして響かせる音なのね。でそのためにね、英語の M の場合にはまず今何があったと思う？って言ったときに長さがあるでしょう。一瞬のまっていう音じゃなくて、まみたいな感じになるのね。鼻から抜くから当然鼻もね、ブルブルブルってって震えてるし、唇で息をせき止めてるじゃない。なので唇に当たった息がもわわわわわわわって全体的に広がって、胸までねブルブルって震えるのね。ちょっとねここに手を当ててって言ってみて。そうするとここにあるね、胸骨っていう胸の骨がね震えるのが感じられるから、これが M の音なのね。鼻から息を抜くって一体どうやってってね、ちょっと分かりにくいよね。確かめる方法があって、鼻から息が抜けていると鼻にねこうやって指を当てると音が止まるの。だってさ、空気出てこなくなるから。ちょっとやってみるよ。こんな感じ。ずっと息出してるんだけれども音止まっちゃいます。一緒にやってみよう。まずは胸に手を当てて、っていうのね。で鼻のあたりとかビリビリ震えてると思うのよ。そして息を出し続けたまんま、今度は指でね、って押さえるよ。こんな感じ。それからあとはさっき言ったみたいに、この胸骨っていう胸の骨が震えます。じゃあね、それを使って M の音を練習してみましょう。まま、まってこんな感じね。ま、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 ま。今ちゃんと胸が震えたかな？じゃあね、これを使ってまみむめも全部やってみましょう。ま、み、む、め、も、ま、み、む、め、も。これでもうね、英語の M の音完璧。Let's practice! Map, 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 map. 今結構初めの「ん」って伸ばしてるでしょ？それちょっと不自然すぎないって思うかもだけれども、確かに今はちょっとね強調してやってます。でもこれくらいやるつもりでやんないと、どうしてもね日本語っぽくなっちゃって「map」って言っちゃうのね。「map」じゃなくて「map」なの。「ん」があるかないかで、英語人、特にねアメリカ英語を話す人だと、ないとねちょっと聞き取ってもらいにくくなるの。日本にいたら「英語うまいですね」って言われるような人でも、このね長さを気にしていないと「map」って発音するとね、なんか英語人には「app」までは聞こえるんだけれども、初めの M の音が聞こえなくって、聞き返される原因にもなるので、ぜひぜひ「ん」ってのをねつけてみて。もう一回やってみましょう。 map 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 map。 それからあと唇はね、あんまりこう力を入れて「ん」みたいにする必要なくって、ただ閉じてればいいのね。 map を逆から読んだ感じで「ピャン」。意味なんだけれどもね、パメラさんっていう人の名前の初めの文字を取るとペアム。ではペアムを一緒に言ってみましょう。ただしここで気をつけてほしいのはね、日本語人がやりがちなのがペアムっていう風に M 言った後に口を開けちゃって、でその時に喉からまだ声が出てるとペアムっていう風にうって音が聞こえちゃうのよ。この音を入れないでペアム、ここでね口を閉じてこらえながら
って鼻から息を抜いて M の音を響かせる。ここが大事なのね。英語の M はね、あくまでも唇を閉じている時に鼻から息を抜いてうーんって響かせる、この長さのあるうーんっていう響きの音なのよ。日本語みたいに口を閉じたのがパーって開く時のマっていうね、こういう音じゃないのね。じゃあそれでピャン、一緒に言ってみましょう。ピャン、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 ピャン。 OK、 Fantastic! フライパン、ピャン、 N で終わってるよね。 M も N も鼻から息を抜いて、その分長さのある音なのね。ここが日本語とは全然違うところなので、ぜひぜひ意識してほしいところなの。ではピャンを言ってみましょう。ピャン、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 ペン。で、なんでこの単語をやったかっていうと、ペンとペン、なんとなくさ、聞いた感じ似てるでしょう。なんだけれども、N と M をちゃんと言い分けられるようにしましょう。じゃあ、これをやってみましょう。ペン、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 ペン。じゃあもう一回やってみましょう。普通の速さにしてみるよ。ペン、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 ペン。Perfect! 発音はあくまでも筋トレです。すぐにできるように筋肉をトレーニングすることが大事なのね。今日やった単語だけここに集中して、明日までぜひ練習してみてください。それからいつものお願いですけれども、いいねマークをクリックしてもらえると私すっごい嬉しくってやる気が出ます。ありがとう。それからチャンネル登録とか、その横にあるベルのマークをクリックしておいていただくと、私が新しい動画をアップした時に皆さんにすぐにわかるようになって見逃し防止になると思います。じゃあねー、バーイ。今回の動画に関連したおすすめ動画と続きの動画もご覧ください。チャンネル登録してサポートしていただけるとありがたいです。